はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は小学校3年生の算数、時刻の足し算引き算やっていきましょう。で、今回問題が5問ありますので、まず1回ね、解けそうな子は動画止めてチャレンジしてみてください。で、見た感じ、ちょっと難しそうだなって思う方は、今からね、全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、始めていきましょう。 で、今回の問題は、まあ、足し算引き算でね、問題書いちゃってるんですけど、どういう問題かっていうと、例えば、これは、家を7時20分に出ますと。で、学校まで15分歩きました。家をね、出て、学校を15分歩いていく。学校に着くのは何時何分でしょうみたいな。時は、7時20分に出発して、15分過ぎてるからさ、足したいんだよね、時間を。そういった時に使います。引く時っていうのは、3時20分に、じゃあ、スーパーに着きました。 スーパーまで車で35分かかりました。家出たのは何時何分でしょうみたいな。つまり35分引きたい。戻したいから引き算使うよねみたいな。そういった時にやります。で、こういった問題は、例えば暗算でできる方はもちろんいるかと思うんですけど、今回この筆算。実は時刻って筆算できるんですよ。そのやり方を紹介していきます。ぜひね、もう今できるよって方も、あ、筆算もできるんだ、ふーんぐらいで聞いてもらえたら嬉しいです。 で、これね、どうやるかっていうと、7時20分。あ、ちゃんとね、漢字使って書いてもいいんだけど、時間かかっちゃうから、筆算するときはね、こういう、まあ、デジタル時計とかになるね。7時20分。この書き方をしちゃいます。で、ここ、分んで、15分も分んなので、下に、こう、15を書きます。こっちに書いちゃうと、1 5字になっちゃうからね。で、これを足し算したいから、まあ、こうやるだけ。で、足し算すると5、5足す0は5。 2+1 は37はそのまま落ちてくるトんトん7時35分だよねだから答え7時35分ちょっと狭くなっちゃったこういうふうにやっていきますでもちろん問題に午前とか午後が書いてあったらそれも書いてくださいいいかなで次9時40分に50分足したいと同じく9時 40分、足す、50分なんで、ここに書いていきます。足すとさ、0、9、9とこうなります。よし !9 時90分って書くともちろんツです。なぜかっていうと、時刻に90分はないもんね。そんな言い,い方はしない。じゃあどうするかっていうと、ポイントに戻ります。筆算するときはですね、 60を使ってプレゼントをしていきます。プレゼントっていうのを覚えておいてください。ただ、学校で言うと、何それってなっちゃうんで言わない方がいいです。これは私が勝手に言ってるだけだからね。あ、ハイチはそう言ってたなと思って覚えておいてください。で、どうするかっていうと、60超えちゃいました。なので、こっから60を取り出します。60をね。よいしょって。60を取り出す。で、60っていうのは60分のこと。で、60分っていうのは、 1>, 1時間と一緒だったよね。ってことは、60は1時間に変えられる。つまり、60を上げることによって1時間増えます。10ってね。で、こっから60取っちゃったので、90から60を引くと30が残るね。ちょっと使ったからバスつけちゃうよ。ってことで、10時30分ってなったから、それが答え。答えは10時30分です。 よいしょこんな感じじゃあ引き算もいきましょう3時20分から35分時間を戻したい3時20分からちょっと待って書く場所もうちょっと下に書けばよかったお待ちください3時20分から35を引きたいと。 で、この時にですね、見方としては、えっとんだけでちょっと見てください。分が20から35って引けないよね。上の方が数少なくなっちゃってる。その時に、またプレゼントを使います。まあ引き算とかさ、よく隣から借りてくるってずっとやってきたんだけど、それが使えるの。ただ、いつもは10を借りてね、あ貸してねってやってるんだけど、この場合、時間を1個減らします。3時から2時に減らす。その代わり、 60どうぞって。なぜなら1時間が60分だから。60をプレゼントしてあげます。だから20が60をプレゼントしてもらうことによって、よいしょ。80に変わるね。20たす80で。そしたら引き算できるじゃん。で、これで引き算します。まあ0から5引けないでこれも借りようか。繰り下がりして5。7から3引いて4。つまり45。で、隣は2から引くものないので2が落ちてくるから、 2時45となるので答えは2時45分とこれで OK となります。さあちょっと数が大きくくなります5時分分から90分を引くでこれはですねこのまま90分で引くことはもちろんできるんですけど90分みんなもう直すことができるよねこれ。 90分って、まあ、何時間何分だっけちょっとあえてね、何時何分って書き方しちゃいますけど、90分。これは60が、中に入って、さっきと同じね。60が入ってるから、1時間は出せます。で、90から60を引くから、1時間は、まあ、1時間がね、抜けちゃってるけど。一応、間に入れとこうか。ちょっとちっちゃくてごめんね。90分は1時間30分と同じです。だから、こうしてから引き算した方がやりやすい。 まあもちろん9時でも弾けるんだけど、これで行きましょう。つまり、5時10分から1時間だけどね。でもあの、引き算こうやってしちゃって大丈夫です。5時10から1時間、1時30分引いてあげましょうと。よいしょって。ただ、またさっきと一緒で、10から30が弾けないんだよね。つまり、貸してくれってことで借ります。こっちね。こうやって。 で、5を4に下げて、60をプレゼントしてあげるから、ここが70に変わります。七十で、引いてあげると、70から30引くんで、40。4から1引くんで、3。となるので、答えは、3時40分と。これで終了でございます。 ちなみに、この1時間30分に直さないときどうやるかっていうと、9時10分から90引きたいんだよね。こうなるじゃんか。その時、貸してねーってことで4に下げて60借りてくるんだけど、70なのよ。まだ引けないんだよね。だからもう一回借りちゃえばいい。悪い。もう一回貸して。4を3に下げて、もう一回60プレゼントすると130になります。だから、130から90引けば、 40で3がそのまま降りてくるから3時40分で同じ答えになるのでもちろんこっちでやっても構わないんですがもうみんなね前回とかで90分直すことができるのでこれで直した方がやりやすいかなとは思いますでは鬼来ましたこの問題は多分難しいですあのやったことない方は結構辛いとこかもしれないこれどういう問題かっていうと,9時あと午前9時47分っていうちょっと細かい時間ね ここから午後2時18分。例えばみんなが午前9時47分から勉強スタート。すっごい頑張って午後2時18分までやりました。お昼ご飯も食べてない。ずっと頑張ったんだよって時に、どれぐらい勉強しましたかって、その間の時間を教えてくださいっていう問題です。で、この場合はですね、やり方いろいろあるんですが、この筆算を、で一発でやることもできます。どうやるかっていうと、ここをちょっと直します。 夜の、えっ、ー、と、日付が変わった瞬間って0時って言います。そこから1時、2時、3時ってスタートする。まあみんなもほんと寝てる時間ね。で、4時、5時、朝6時ぐらいからみんな起きるのは。で、7時、8時、9時、10時、11時、12時っていう。まあお昼の時間あるじゃないですか。で、正午って言われるやつ,や言われるやつです。 で、そっから、午後1時、午後2時って始まるんですけど、他の言い方をすると、13時、14時、15時って言い方ができるじゃないですか。なので、午後2時18分で午後2時って14時だからね。12時から13、14ってくるから、これって、14時18分と同じなんですよね、意味が。で、午前はそのままでいいです。午前は。9時47。帰る必要がないんで、9時47です。 つまり、午後の時間を、この12を足したこの言い方、14時18分に変えてしまえば引き算ができるんです。このままいっちゃうと、2時18分。よいしょ。2時18分から9時47は引けないんだよね。2から9引けないからさ。分かんなくなっちゃうんで、この14時18分にしてあげると。それでやっていくと、14時18分から9時47を引きましちょっと消すよ。 引きますと。ややこしいね。まあ、18から47が引けないので貸してくれとかで借ります。こっちを13に下げて、こっちが60プレゼントしてもらうから、78に変わる。で、78から47を引くので、31、点々。13から9を引くので、4。 となるから4時31ってていう数字が出てきますただ、ここはですね、さっきみたいに、例えば、時間をね、えっ、ー、と差、足して、何時に着きましたかっていう時刻を聞かれてません。これ、時間です。つまり、この時間からこの時間までの間を聞かれてるので、この答え方は、どのくらいですかって言ったら、間を使って、4時間、 三十一分とこう答えます。何時間何分の時はね、四時間三十一分。この四時間三十一分の間、勉強を頑張ってきましたっていう。そういった答え方をしてください。 まあ正直ね、この5番は <laughs>、あの、学校とかでもやる問題ではないので、相当難しい問題集とかにちょろっと出てくるタイプの問題なんですが、こういう出され方をしても、筆算で解くことはできます。ただ、最初に言ったように、この筆算の解き方、やり方が全てじゃないです。普通に、えっと、暗算で解くこともできる方いるだろうし、わざわざやんなくていいからね。ただ、筆算でやるやり方もあるんだっていうのが、今回の動画で、え、覚えてもらえたら嬉しく思います。 それでは今回地獄の足し算引き算やりました。地獄はね、これで終了です。次回から1万を超える大きい数についてやっていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今回の授業は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイお疲れ様でした